どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメリカンエキスプレスのクレジットカードに限定オファーがですねまた来ておりますので、本日こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、最近ねアメリカンエキスプレスのオファーがね非常に多いですね。まあこのオファーっていうのはですね、私ねアメリカンエキスプレスのクレジットカードね、まあ一応4枚は ANA アメックスゴールド出すの忘れちゃった、まあ一応これ以外にもね ANA アメックスゴールドね保有しているんですけども、こんな感じでねアメリカンエキスプレスのクレジットカードをね保有しているんですよね。でこのクレジットカードを保有しているとアメリカンエキスプレスのアプリにですねオファーっていうのがね来るんですよね、定期的に。でこのオファーがですね最近非常に多いんですよね。まあアメリカンエキスプレスのねクレジットカードということで年会費は高いんですよね。この今持ってるこのアメリカンエキスプレスの、ビジネスゴールドは 36,300円、 SPG アメックスがこれですね、34,100円、ヒルトアメックスこちらプレミアムなんで66,000円、あと ANA アメックスゴールド持ってますんで34,100円、あれですね、このクレジットカードの年会費だけで10万超えてますねまあこういった感じで年会費はねアメリカンエキスプレスクレジットカードはまあ高いんですよね。まあもちろんねスペックが高くてですねおすすめできるねクレジットカードも多いのも事実なんですけども、まあ年会費はね結構します。年会費はねちょっと高いんですけども、まあこれでねあの元がね結構取れてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ですので今回ですねアメリカンエキスプレスのクレジットカードね保有されている方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ではね早速解説入っていきたいなと思うんですけども、まずですねイオン系列の食品売り場でタッチ決済 20% キャッシュバックキャンペーンということで、いやねこういう日常的にね使えるオファーはですね私非常に嬉しいですね。あのイオン系列の食品売り場でタッチ決済すると 20% キャッシュバックということで、このオファーはですね限定オファーという風になっておりまして、ちょっとねどんな感じで来てるか来てないかわからないんですよね。来てない方も中にはいらっしゃるみたいです。で私はですねこの SPG アメックスとヒルトアメックスプレミアムカードですね、この2枚にこのイオンのねタッチ決済のキャッシュバックがね来ているっていった形になります。でですねこちらの詳細なんですけども、期間はですね2021年11月の30日までっていう風になっておりまして、エントリー必須っていう風になります。で先着こちらは20万名様っていう風になっておりますので、ちょっとね冒頭に言い忘れましたけども、この動画ねあの全部最後まで見る前にですね一回ねアメリカンエキスプレスのスマートフォンアプリね出していただいて、こちらありますよねオファーっていうのは、こちらを押していただいてこのオファー来てないかね見てください。こちら先着なんですよね。これ漏れてしまうと、まあこれね日付変わった今日始まったキャンペーンなんで多分大丈夫だと思うんですけども、一応先着っていう風になりますんでね早めにエントリーしてください。で特典なんですけども 20% キャッシュバックということで、上限がね3000円までっていう風になります。 20% の上限が3000円っていう風になりますんで、支払い対象金額は1万5000円まではね支払いが対象といった形になります。1万5000円使っていただければ3000円返ってくるっていった形になります。でこのキャンペーンはですねタッチ決済が対象という風になりますんで、このねアメリカンエキスプレスのクレジットカードをねタッチ決済してね支払っていただく方法っていう風になります。スマートフォンに入れたね Apple Pay であったり、もしくはですねクレジットカードをね機械に挿して決済する方法もありますけども、そちらだとこのキャンペーンはね対象外っていう風になります。でこちらですねイオン系列の食品売り場ということで、こちらねイオンだけではなくてマイバスケットであったりイオンフードスタイルとかね、まあそういったお店もね対象っていう風になりますんで、結構幅広くね使えるのではないのかなという風に思いますので、概要欄にね公式サイトの対象店出しておきますので、利用される方はねこちら確実にチェックしてからですね利用していただければかなと思います。でですねこちらのキャンペーンのね注意事項なんですけども、あのアメリカンエキスプレスのタッチ決済なんですけども、どうやらね1万円までしかねこのタッチ決済ってできないらしいんですよね。こちら規約みたいなところに書いてあるんですけども、1回のタッチ決済の上限は1万円までっていう風になりますんで、このねキャンペーンのね最大の対象支払い金額は1万5000円で3000キャッシュバックねもらえるわけなんですけども、1回のね決済で1万円までしかできないっていう風になりますんで、こちらね本当に注意していただきたいなと思います。レジまで行ってですね1万円以上ねレジ会計出てですねタッチ決済がもう1万円
以上だとできないってなるとですね、そこから物をやめるとかですね、もしくは後ろ並んでたりするとね、結構プレッシャー受けてね、そのままカード決済でみたいな感じにしてしまうと、このキャンペーンね、対象外っていう風になりますんで、1万5000円までですね、利用することはできるんですけども、複数回にね、分けて買い物していただくなどですね、そういった感じで利用ね、していただければなという風に思います。いやこれね本当に注意ですね。並んでたりするとね、本当に早くしろオーラね、やっぱり来ますんでね、はい、この点は本当に注意してください。またですね、イオンの食品売り場のみっていう風になりますんでね、イオンっていろんなお店ね入ってると思うんですけども、一応ねどういった感じでこちらジャッジされるのかちょっとわかんないんですけども、食品売り場のみっていうね記載がありますので、これもね注意してください。それでは次にですね、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートでタッチ決済 20% キャッシュバックですね。こちらは私はねこのアメリカンエクスプレスのビジネスゴールドカードに来ておりました。でこちらねツイッター等々を見てるとですね、ヒルとアメックスとか SPG も来てんのかな、来てる人ね他にもいらっしゃいましたので、まあ私はねアメリカンエクスプレスのビジネスゴールドに来てましたけども、個人カードの方でもね来てる方いらっしゃるそうなので、こちらもいいですね。やっぱりコンビニっていうのは本当に利用しやすくていいですよね。でこちらの詳細ですね、期間は2021年11月の30日までエントリー必須、先着50万名っていう風になります。でこちらもですねタッチ決済で 20% キャッシュバックっていう風になります。で上限はね5000円までっていう風になりますんで、支払い対象金額は2万5000円利用していただくと5000円キャッシュバックされるっていう風になります。いやー本当にねコンビニはいいですよね。もちろんこちらはクレジットカードで決済できるものであればですね、タバコとかお酒とかそういったものもね利用することができます。で注意事項はですね、先ほどと同様ですね、タッチ決済という風になりますんで、クイックペイとかですね物理カードで支払った機械に入れてね支払った場合は対象外っていう風になります。またねこちらもタッチ決済は1万円までしかできないっていう風になりますんで、それ以上ね利用される方は複数回分けてね利用してください。でこちらねキャンペーンの対象外店っていうのはね一応記載がありまして、セブンイレブン東京ミッドタウン店、ファミリーマート、サピアタワー、ファミマサピアタワー S 店、ファミリーマート金賞ストア西大、ちょっと読めないな、あとファミリーマート金賞ストアハーベス、ストアハーベス、ハーベス山本店、トモニー中井店は対象外ということで、この店舗はね対象外という風になりますんで、この点はね覚えておいてください。それでは次にですね、次はねアップルストアのキャッシュバックのねオファーも来てるんですよね。こちらはアメリカンエクスプレスのビジネスゴールドなんですけども、このビジネスゴールドとビジネスプラチナにねこちら来ているっぽいんですよね。まあこちらねどうやらこの2種類しかビジネス系しか来てないんですよね。個人カードには多分来てないオファーだと思うんですけどもね、これすごいんですよね。Apple Store ですね、 iPhone とか iPad とかのアップルストアオンラインで3万円利用すると6000円でキャッシュバックっていうねオファーなんですよね。いやすごいですよね。このなかなかね値引きした金額でねアップル商品って購入することができないんですけども、このオファー来てる方はですねアップルオンラインにはなるわけなんですけども、キャッシュバックね受けることができます。でこちらの期間がですね2021年12月31日までエントリー必須、先着50万名様までっていう風になります。で特典がですね3万円利用していただくと6000円キャッシュバックで、上限が3万円っていう風になりますんで、対象支払い金額は15万円利用していただくと3万円キャッシュバックが受けられるっていう風になるんですよね。いや15万円までで3万円ってかなりすごいですよね。ですんで新しい iPhone とかね、多分スペック上げれば多分15万とかねするようなものもあると思いますし、まあ iPad とかね、まあそういったものをね集めて合わせてね15万とか言ってもこちら3万円ね割引で購入することができるんですよね。いやこれは本当にすごいですね。またねアメックスのプラチナビジネスの方はですね、追加カードっていう家族カードみたいな、まあそういったのがね確か4枚ぐらいまで無料で発行できると思うんですけども、このオファーね全部登録することができるんですよ。追加カードもその4枚分もねこちら利用することができるっていった形になっておりますんで、プラチナビジネスね持っている方かなり羨ましいですね。いやねこのアップルのねオファーっていうのは今までね多分なかったと思うんですけども、いやすごいですよね。私もね保有してこんな
急に来ると思ってなかったんですけども、すごいですよね。今ね、このアメリカンエクスプレスのねビジネスゴールドカードですね、こちら金属製に、ね、なって、まあ、ちょっとあの音とかはねそんな金属っぽくないんですけども、重さはねすごい重い金属製っていう風になっておりまして、こちらね今ねウェブ紹介だと初年度年会費無料のねキャンペーンもやっておりますので、もしね気になる方、まあ今後ねまたこういったオファーが来るかどうかっていうのは分かんないですけども、ちょっと期待しちゃいますよね。いや、かなり驚きました。アップルストアのねキャッシュバックキャンペーンなんてね他でなかなか見ないですからね。ということで今回ですね、アメリカンエキスプレスの限定オファーね解説させていただいたわけなんですけども、いやね本当にスーパーとかコンビニとかねアップルストアとか結構ね利用しやすいところがね一気にザザンってきましたね。かなりね利用しやすいですよね。まあ年会費はねちょっとお高めのクレジットカードではあるんですけども、まあスペックもね高いクレジットカードでさらにねこういったオファーもねあるっていうのはかなりいいですよね。今回のオファーね全て先着っていう風になりますんで、保有されている方はですね今すぐアプリねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイネットボンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ということで、今回もね、おまけ動画作らせていただきました。iPhone ね、使ってる、まあ、iOS ね、使っている方で、ポイントサイト、ポイントインカムをね、まだ利用されてない方ですね。非常にね、おすすめの案件が来ております。新規でポイントインカム登録してもらって、で、この案件ですね、利用していただくと、Amazon ギフト券ね、1000円もらえるんですよね。100%、漏れなく。ですんでね、ぜひね、利用してみていただきたいな、というふうに、思います。で、ポイントサイト、ポイントインカムの URL はね、この動画の概要欄に載せておきますんで、そこからね、登録していただいて、でですね、こちらの案件ですね、これ、イエイっていう読むみたいなんですけども、こちらね、なんか、オンラインコミュニティみたいな、まあ、アプリなんですよね、スマートフォンアプリ。こちらをダウンロードしていただいて、で、ダウンロードしていただいた後に、本人確認、まあ、ログインしていただいて、本人確認。で、その後に、7日後にね、スマートフォンのこのアプリを起動すると、この450円分っていうのが、このポイントサイト、ポイントインカムでね、もらうことができるんですよね。で、今キャンペーンをね、やってまして、入会してですね、ポイント交換すると、Amazon ギフト券1000円ね、もらえるキャンペーンがですね、こちら漏れなくもらえるわけなんですけども、このキャンペーンもね、やっておりますので、案件でね、450円分もらえますよね。で、私の紹介コードがね、概要欄に載せてあるんですけども、そちらで登録していただくと200ポイントね、もらえるっていう風になりますんで、すぐね、ポイント交換できるんですよね。ですので、全部のポイントね、まあ好きなもの、まあ、Amazon ギフト券とか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、ドットマネーとかに交換していて、他のポイントに交換していただいたりとかね、Amazon ギフト券とか、まあ、いろいろあるんですけども、そういったものに交換していただければ、Amazon ギフト券1000円ね、漏れなくもらえるっていう風になりますんで、こちらの案件ね、かなりね、おすすめです。まあ、残念ながらですね、iOS 限定なので、Android 使ってる方はね、ちょっと利用することができないんですけども、ぜひね、狙ってみていただきたいなと思います。でですね、私も先ほどね、利用しましたので、一応ね、解説、さっきの画像を見ながらね、解説していきたいなと思います。ちょっとこれに出しておきますね。まず、ポイントサイト、ポイントインカムから、このイエイの案件をクリックしていただくと、スマートフォンでね、やってくださいね。アプリをね、ダウンロードする画面に飛びます。で、アプリをね、ダウンロードしていただくとですね、このイエイがね、ダウンロードできて、開きますよね。そうするとこんな感じでね、出てきます。で、出てくるとですね、ログイン方法がね、出てきます。こちらはね、どこでもいいんですけども、まあ私はね、まあ、ちょちょっとやりたかったんで、LINE で登録しちゃったんですけども、まあこちらね、お好みでログインしてください。メールアドレスとかでもね、ログインできます。で、ログインしていただくと、こんな感じでね、プロフィールを設定する画面になりますんで、プロフィールね、設定してください。で、新規登録ね、押していただいて、まあ、こういった感じでね、チュートリアルが出ると思うんですけども、まあ、ここら辺ね、全部飛ばしていただいて、こんな感じでですね、アプリのトップ画面出ると思うんですけども、右下の方にですね、人のマークがありますよね。まあ、マイページのマークですね。そちらに行っていただきます。
そうするとですね、まあ私のアイコンとね、あのうさぎかな、これ、まあ、映ってると思うんですけど、右上にですね、未承認っていうのがね、出てると思うんですけども、こちらでですね、本人確認を行っていただきます。で、免許証とかね、マイナンバーとかで、こちらね、本人確認していただくんですけども、アプリでね、やっていただくのは、この本人確認までね、やっていただければ、OK っていった形になります。非常にね、こちら簡単ですので、ぜひね、やっていただきたいなと思います。でですね、7日後にまたこのスマートフォンアプリを起動しないと、この450円分っていうのはね、もらえないっていう風になりますんで、今日ね、含めないみたいなので、10月7日にですね、起動していただいて、この450円分がね、もらえるっていう風になりますんで、こちらね、注意してください。で、ポイントがね、付与されたらですね、ポイント交換していただければ、来月ね、Amazon ギフト券ね、1000円ゲットできるっていう風になりますんで、かなりね、おすすめです。で、この Amazon ギフト券なんですけども、もらえるのは来月の中旬にポイントインカムに登録したメールアドレスにね、飛んできますので、迷惑メールにね、入らないようにね、注意していただきたいなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいという風に思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。